お疲れ様です。お疲れ様です。今日はですね、はい、あの私最近ペンタトニックをね、はい、いろいろ頑張ってまして、はい、まあ、それについてですね、はい、ちょっとやっていきたいなとね、はい、おはようございます。まあ、今回はね、あの手癖じゃなくて、はい、ちょっとフレーズを作ってみて紹介してみたいなと、はい、でね、まず1個目、ごめんなさい、使ってるスケールはペンタトニックです。ペンタトニックにちょっとねこの音出します。フラットフィグスっていう、あの動画でもちょっと説明しましたけど、なんかまあペンタトニックにちょっとプラスアルファするとええ感じになるので、うん、まあこれを使ってて、1個目のフレーズがまずこうチョーキングするフレーズですね。こんな感じで、で次プリング、で次ここで考え方としては4つのフレーズ、なんかフレーズというか細かいパーツですよね。1個目がこんな感じです。チョーキングで入って、で次がプリング2つ、で次にフラットフィフス入ったこういうフレーズ、で最後締めでマイナーサードから1度っていう流れですね。これよくねでもやってるんですけど、これがこれ連続するとこんな感じなんですよね。あの考え方としてはチョーキングして、でブリングでフラットフィフス入れて、で締めみたいなを考えてます。あのこれは手癖じゃないです。あの意外と家で考えました、これ。あのこんな感じでいいんじゃないのかなと思って、まず1個目です。でフレーズを作るときに、あの手癖でガンガン作るっていう方法もありますけど、今みたいにこう一個一個あのパーツを決めてしまうっていうのはいいかもしれないですね。こういう感じでいって、次は違うの入れようみたいな、で結果一つのフレーズっていうのがまあまあいいかもしれないので、まあこれ1個目です。で続きまして2個目がですね、はい、ペンタトニック の, あのこの形の見方を変えたものっていうか、なんかね、こっからスライドするんですよね。あのペンタトニックの一部ではあのスケールの延長部分ではあるんですけど、ここまでね、ここの部分でねオクターブ違い弾いてるだけなんですよね。この同じ音階です、全く。で、フレットは違いますけど、このパーツのね形は一緒なんですよ。だから意外と楽に上がれるというか、これをここまでこんな感じですよね。考え方としては同じものを使うんですけど、ちょっと一瞬スピード上げてここに落ち着くようなスピードの変化とか、まああの同じ音程を2回繰り返すとか、まあそういうのはフレーズ。これまあ2つ目です。すごい難しいってわけじゃないんですけど、はい、ペンタトニックでこうフレージングするときに、まあちょっと同じようなフレーズを繰り返してしまうような方は、少しまあフレージングのこうなんか術というか、パーツを考えたりしてみると、あの結構メロディーアースに作れたりしますので、まあ、よかったらね、はい、これを機会ですね、知的なギタリストに、もし、まあ、僕がそんな知的じゃないんで何とも言わないですけど頑張っていただければね、はい、いいんじゃないかと思いますので、はい、まず次回もねやっていきますんで、そうですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。あらっしゃー。